余量電量中は、日本の医師。腹を切った医者。三回として、名があった。家は代々海県軍石井村の村医者で、夜名後の荒家にも仕えていた名家でもあった。五神であったかどうかわからないが、眼下に、この青二歳と面責され医師の面目なしと恥じて、滑腹自殺したと言われる。何も五神ではなかったのだ。死ななくてもよかったのにとは、 近隣の医師の後の話であった。墓は石井にあり、墓標の開名には、心圧減な会見孤児とある。その寮、中後の片日でも、医師となって、石井で開業していたが、いつ頃か明らかでないが北海道に移り行をしていたという、会見群石井村の余裕殿下は代々産婦人科の在医師として有名であった。しかし記録は、 全くなく、わずかに母碑がその地に残されているに過ぎない。その母碑の古いものから挙げると、の母碑があって、明らかに一種であったと遺族の者の,の言うのに、与両伝院以降の三名である。片秀夜中両中、坊長三郎年一両吉、春光、豊重、福山明らかい娘金忠を、ありがとうございます。